本日の動画は、YouTube でよく見る、至ってありきたりなフィットネス系 YouTuber がやるコストコ購入品紹介です。ネタに困ったら、とりあえずコストコ購入品紹介しとけばよいと思ってるやろ。と視聴者さんから声が聞こえてきそうですが、全くその通りです。ネタに困って、早2年。ここ数年の動画は、ほぼ昨日撮ったやつか、今日撮ったやつ。クオリティには欠けるけど、裏を返せば、ネタはいつでも新鮮。そんなフィットネス系 YouTuber さくらです。よろしく頼む。皆さんおはようございます。ただいまの時刻6時半。昨日コストコに行ったため、コストコの高品紹介プラス新発売で、これ朝ごはんにもってこいじゃねっていうようなものがあったので、今日の朝ごはんはそれにするとともに、こんな新商品出てるよっていう紹介をしたいと思います。大阪にはね、最近新しくコストコができたんですよ。で、多分大阪では3店舗目なんかな、門真ってところに新しいコストコができて、そこにレンタルカーして行ったんですね。じゃあもうありえんぐらい人多くて、まあとりあえずそんなことはいいんや、早く購入品紹介しろよ。で、まだ朝ごはんを食べていないので、その新商品私も食べたことないんですよ。なんでそれを食べながらお話ししたいと思います。まずはじめに、これはもうしつこいって感じると思うけど、スプレーのオリーブタイプ、これはもうね、幾度となく紹介しているため、またかって感じなんですけど、置いてる時と置いてない時があるので、巡り合えた時、これは奇跡なんです。では次、コムタン、これ知ってますか？牛骨コムタンって言うんですけど、16個入りで1個あたり33キロカロリーしかないスープなんですよ。これがめちゃくちゃ美味しくて、減量期の初期の頃とかは飲んだりしてたんですけど、結構味が濃いめで、ほんまに何の自分で手を加えることもなく、私はスープだけで飲んでたんですけど、なんか中身いろいろ入れたら美味しくなるらしい。このコムタン久々に見つけたので買いました。でさ、新しいコストコに行ったからさ、ほんまに人がすごくて、でもさ、私思うんですけど、コストコって人が入ってる割にはさ、出ていく人のさ、購入品ってめっちゃ少ないと思いません？3つ目の購入品がこちら、スーパーフードミックスで、20種類の雑穀をブレンドした雑穀ご飯の素で、これを買った理由としては、雑穀米って健康な気がするやん、だからこれを混ぜて使おう。で、やっぱ減量期の時とかは雑穀米とかもうカロリーわからんなるから、ローカット玄米1個で絞ってたので、今減量期ではないので、こういうなんかご飯とかも楽しみたいなと思ってこれ買いました。いっぱい入ってる。さすが玄米、もち泡、もちきび、大麦、黒米、黒豆、アマランサス、たかきび、とうもろこし、冷え、白ごま、赤米、大豆、裸麦、キヌア、ハト麦、コム、小豆、もち組、黒ごま、ホワイトソルガム。はい、では次こちら、鶏肉の和山椒照り焼きです。これは確か新発売やった気がする。今日買ったしね。これがめちゃくちゃ美味しそうだったので、これは焼くだけです。一人でこんなに食べれないんですよ。 1.5 キロ入ってますから。で、こういうのは冷凍できるので、冷凍して小分けにして使っていきます。めちゃくちゃ美味しそうね。これマクロも良かったんですよ。やばいやばいやばい。 100g あたり120キロカロリーなので、脂質も4やから、まあまあまあいいじゃないかっていう。ああ、待っちゃった。ちょっと待ってよ。で、これはさ、やっぱさ、加工肉なので、結構ね、意味わからんもん入ったりしてる。多少は入ってるけど、まあまあ、多少なのでいいです。美味しかったら皆さんにもおすすめしたいと思う。で、次が、やばい、もう冷蔵庫真っ赤くなってる。こちら、ニュージーランドアメリカ国産、牛ひき肉赤身 88% のやつです。事故現場みたいになってます。これも150g ずつぐらいに後で小分けして冷凍します。で、解凍してもうそぼろにするなりいろいろして料理するって感じますね。赤身が 88% なので、ほぼ赤身、でも意外と料理するときはこいつから油出てくるんですけど、まあそれはご愛嬌。ほんで次がこれまた、まあ、新しい商品なんですわ。で、今回のこれは私のお目当てやから、今回の新商品ですね。こちらがローストビーフ
ローストビーフチャバッタサンドイッチ。チャバタって何？なんかね、すごいんです。ローストビーフがいっぱい挟まって。ということで、とりあえず朝ごはん食べよう。紹介途中ではありますが、私の朝ごはんの時間がやってまいりました。先に紹介してほしいと思ったそこのあなた、そんな一筋縄ではいきません。チャバタって何？ 100g あたり 172kcal で脂質も 5.3 なんですね。で炭水も20でタンパクも10ということで、結構紙マクロなわけです。でなんか多分味付けはマスタード、まあ、そんな感じなので、今日は朝ごはんこれ全部食べたいと思います。これが新商品です、ちなみに。で私が買いたかった新商品がもう一個あって、マサオチキンラップとかターキーレッグとか、あ、これがなんか話題なんか、フローズンチョコバナナね。こういうのが全然なくて、あとバラマンディ。誰？9月の新商品はいっぱいあるんですよ。毎月多分新商品があるのかな。でも私が行ったそのカゾマはもう人がすごかったのと、新商品がなんかいっぱいなくなってたので全然買えなかったんですね。とりあえずいただきます。はい、美味しそう。カロリーを感じません。多分このパン温めて食べるもの、ちょっとだけレンジで温めてみた結果ですね、チャバタ本領発揮してきました。めちゃくちゃふわふわになった。ほら、うん、全然違う。絶対温めて食べて。うまっ。ぜひ皆さん気になる方は買ってみてください。ごちそうさまでした。はい、ということで誠に勝手ながらですね、朝ごはんを終えさせていただいたので、残りを紹介していきたいと思います。まず1つ目がサバです。こちらはですね、半分くらいに1匹を切って全部冷凍します。で朝ごはんに食べます。やっぱサバはですね、良質な脂質とタンパク質も取れるということで、すごいに朝ごはんに適していると。でしかもさ、こんなに入って1704円ってさ、すごくない？やっぱスーパーとかでサバってこんな大量にまず入ってないし、毎回買うめんどくさいし、やっぱもう冷凍庫に入れといたらいつでも使えるものじゃないですか。でこのコストコのサバ美味しいの。このサバおすすめです。ということで残り実は1個だけなんです。ということでラストがじゃじゃん、天然生秋鮭。サーモンかと思われると思うんですけど、鮭です。ほんまはなんかいつも切り身を買ってたんですけど、昨日なんかタイムセールかなんかしてて、なんかめっちゃ安くなってたんですよ。なのでこれグラムあたり188円で、この赤さですよ。美味しそうじゃないですか。クマはこれを1匹一気に食べるとか考えると恐ろしいんですけど、こんな感じで私の今回、あ、違う、あと1個買った、ラストはこちら、コーラです。これコストコがマジで一番安いの、まあ、なのでこれ今回も買いました。ただね、重い。はい、そんな感じで、今回のコストコ購入品は以上になります。今回さ、その新商品も目当てで行ったのに全然買えへんくて、ちょっともう企画ならへんかなとか思ったんですけど、このチャバタを紹介できたので私はいいです。チャバタを多分まだみんな知らないかもしれないから、絶対に温めて食べてほしい。コストコは多分一人暮らしの人ってあんまり行かへんのかなって思うんやけど、意外と全部冷凍できたり小分けにすると便利。それが安くついてるかどうかは正直わからんねんけど、まあ、でもさ、スーパーにお腹空いてる時に行くと賞味余計なもん買ったりとか、あとスーパーのやつも結構火切れが早いものが多かったりする時に食べきられへんとかあると思うので、ならこういうなんか大量に買って全部最初にこう冷凍する仕分けにすると、ロスも防げるかなっていう私は印象です。やっぱスーパーのものよりコストコのも冷凍のものとかの方が1個のグラム数も最初に決まってるから、食べ過ぎることもあんまりない感覚になるので、だからお肉やったり魚やったりグラムでちゃんと最初に分けておけば、まあ食べ過ぎないよねっていう感じなので、ぜひ食べ過ぎちゃうとかロスがすごい出てしまうみたいな方は、一人暮らしでもコストコはありなのかもしれません。こんな感じで今回のコストコこの、まあ、新商品の朝ごはん
に最適なのはローストビーフチャバタサンドイッチ。今日も最後まで見てくれてありがとうございました、まあ、購入品紹介が参考になるかどうかは分かんないんですけども、参考になればよかったなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。臭い。じゃじゃーん、出来上がりました。サバ、鮭、牛赤肉、朝のパン、これは全然関係ないベーグルです。で、鶏の山椒のやつがこれです。これでも何日分でしょうね。完璧です。